早速。レビュー死んでるわ。何？なんか来てんの？お、ほんまや。もうできてるやん。来てる来てる。限定ギルバとクラスクラスマッチ？ウェルカム。トルビコフ対。クラスマッチか。コスト540以下。クイックヘイスト無効。注力 50% ダウン。下はです。540って実質、コスト制限ないのと一緒やからな。540って、大概入れれるから。クラスマッチか。また、4試合で終わろうか。今回は全部ゴミの540やぞ。全部ゴミの540って大概いけるやろ。180、だってキャラとコスト、ビジョン合わせて 180×3 でええんやで。そうでしょ。そして、キルバメ、僕が当てます。570ぐらいまで行く。いや、ちょっと、いやけど30ぐらいなんとかなるやろ。ギルガメ5区登場。1、2、100、1000万、10万、え ?100、1000万、10万、100万ギル。中心キャラはマップ絶対だから氷の向こう。氷？あくま、なんか気持ち悪いためやな。見てみたらいい。え今のは570いってんで。30ぐらいなんとかなるやろ。なんか汚いカメやろ。え、100万。落ちないんでしょ、どうせ。昨日言ってたバレンタインサリア画像見つけたで。あ、見つけた？あった？俺も今日も探したんやけど、太ももの部分とかしかなかったわ。パチンカスにはその虹最高。いや、ちょっと虹にしてはちょっとあまり綺麗じゃない。そして、落ちるんこれ。さあ。虹カメで集金です。いや、落ちるんかって、これ。さあって。まあ、台でも落ちひんやろって。ドム送ってええなら送るけど。送って。バレンタインサリアって入れたら見れたよ。あ、見れた？見れたんや。早速、参りましょうか、今日も。ではございますが。これしかすることないので。マップって何？マップって何のマップ？のマップ。氷の向こうだからさ。そう。フレンド、あ、これ？順位下がってんのとちゃいますか？下がってるけど、だって全然回れてない。赤バスリー。氷アビリティ攻撃アップ。ありがとうございます。僕のための、アリーナですね。赤バスリー。これそれぞれ怠慢やな。ポータは。ワーロンさんが。モントがおる時点で氷引く気にならない。211。下がってるな。こんばんは、ちょいはややな。ちょい早。うん。今日も明日もちょい早かな。デブ。デブじゃない。プリン60258。お。送った。
早く俺の背中を追ってきて。え？レイドレベル1。あ、でき。石がない。石いんの？あ？20バレンタインキャンペーン。いやー、コラにしてはできとんやけど、ちょっと絵がちゃうかなっていう気はするが、そうできとる。これ、まこちゃん切んの？これ。ヘレナのかけらで。これ、まこちゃん切るんかいな。ちょっと、また、アニメが楽しい。その下のヘレナとかは出ないが嘘くさい。嘘くさい。楽しみじゃないか。コスプレの方。今までは新キャラも無料で引けたやん。だから。先月の中旬にマルチ来るって言ったのに2月中に来ないってお知らせ来たんだけど来年までに間に合いますか？いや、間に合わへんて。間に合わへんて。あと残り99。ええや。残り99。ああ、もうすぐやんか。90、だいぶ早いな。だいぶ早いやん。もう時期やん。あ、チョコ集まらん？レアですけど。入っていいの？なんであかんねん。なんであかんねん。立てとんやから。バンミ？バンミ。さっき気まぐれで銃が2枠出た。それすると、一瞬で溶けるんやけどな。知らんけど。これレアレイドや。チョコプリンは普通のボスちゃうで。今回。誰もレイドやってないの。いや、やれ。やれってレイド誰か。だから石ないんよ。石ないな。あれ2000円持っていくからな。ルーが2個出たら。馬屋のラーメン美味しいよ。何やねん、馬屋って。ペアレイドガーブルに光製のカゴつけたら安定しました。でした？今日は早いやん。そう、今日と明日ちょっと早いと思う。おかんが休みやから晩ご飯が早い。取りましたよ。まや知らんわ。こんばんは。うまやで思い出したけど、フェデリカ X しようかと思ったんだけど熱冷めてきた。するべきでしょう。うまやで思い出したんやけど、馬娘もう今日からダウンロードできるで。なんかどっかの議員が給付金申し立てしてたな。70何人やろ？だからあるて、言ってるでしょ？あ、馬娘もうダウンロードできるからな。スタミナ制限解除してからギルガメ極出すとかバカに。いや、ほんまに加減せえよ。スタミナ、いや、ほんまに、昨日から極出してくれ。500円もらえる？もうちょっともらえる。馬娘ダウンロードできます。覚悟なさい。豚親父。そっから。覚悟なさい。早い者勝ち。危ね。
起動されるとこやった。道を容赦しません。嘘だよ、もう、いや、JP は、週6000もらうからなんとかなるんやけど、あ、ジョブ素材はあと土曜日に回るかやな。はい、やし。雷パで揃うとワンパンいけたわっしょい。いけた？今キーはギルガメ長が来るから15日から回ればいいと思ってない？いやいや、回るよ。攻撃をヘレナがミリで耐えてクリア安定です。ヘレナ耐えてくれへんねん。あ、耐えてくれんねんけど、あれやねんて、トレインオートでしてくれへんから、とどめ以外で手動でトレイン、トレインって背中バサーカー、トレイン、バサーカー、トレインを5回繰り返す。それで手動ソロワンパンクリア。ちょっと耐えるで。4000ぐらいしか食らへんから、1000ぐらい残る。発端でした。では行きましょう。今回の3種のレシピのうち、1種取っておくならどれにした方が良いですか ?15 日月曜日に、ブリガンダイン。うちに貯めておく必要あるからね。どうせギルガメ局とか花と同じくらいの確率だよ。あ、ほんまそうやね。それでもギルハ回るべき？それでも僕はやってない。え、っていうかどうせな、レイドするんならスタミナを消費せな、ええへんねんから、ギル回ることは無駄じゃない。どうも明日も。そして無駄ではない。月夜から気をつけ、何を気をつけんの？何を貯めとくんや、順次。の話や。鈴つきましたわっしょい。あ、ついた？今日ついてなかったもんな、一人だけ。リフレク強いらしいね。強いけど、初手で使われたらな。しかも4ターン目、5ターン目に使われても別にやねんけど。命を落とす覚悟はできていますか？容赦しません。命を落とす覚悟はできていますか？道よ、命を落とす覚悟はできましょう。ジュンジュン何を貯めとくんや。月曜やから次の土日まで時間開くから気をつけろってこと。何が？うん。容赦しません。誰を X するか悩んで結局中途半端になりそう。まあ、するべき EX は、最新キャラだ。この次として、ジザ。この次として、コラボキャラ。最後に、フェデリカぐらい。以外はいらんのちゃう？容赦はしない。あ、三ずつや。無制限で回れるからいいけども、15日で終わりやから、そこまで 2,3 億ぐらいは貯めておいたがいいよ。今日貯まらん。1500万は飛ぶやろ。7000万今。何億は15日から次の土日まで1日3回しかできんやん。だからだよ。え？行こう。ちょ、回るよ。今日も明日もギルガメを。
月曜日が勝負やな。2倍の時に悟空がどんだけ出るか。100万って少なないけど。あ、ごくて寝たかと思った。寝たじゃない。一周で落ちて1個やろ。僕なんて。3周で3個。1日300万やん。悪く思うな。曲1個100万。微妙やな、100万。1000万ぐらいにしてくれんかな、僕。いや、1日300万ギルモーター買って。モーター買ってやねんけど。それでスタミナ24取るんでしょ。コラがどうでしょあれ。コラじゃない、お知らせで来てんねんて、ロクさん。コラじゃないわ。お知らせでコラはビビるわ。出せ、お知らせ。お行きなさい。大丈夫。ゴロゴロ落ちて手のひらくるりんしろ。いや、ゴロゴロ、だって、台でも一周で一個落ちるかどうかやねんて。今日計算したけど、金ギルガメが落ちる確率は僕 7% でした。プンドルで取れるかどうかやな。プンドルでは取れるかもしれんけど、確率、台でも俺何回を分取ったの ?1 回ぐらいしか。ついに公式までコラの波に乗り出した。いや、大丈夫や、ゴクは来るんやけど、100万ってちょっと少ないなって。4スタミナ使って1個か2個やで。3周回ってブロンズ20やな。3周回ったら、だから僕今13個と取れてるから、12個、もしくは13個やから、まあ40。多く見積もって40。40個中 7% が金やから、まあ3個。そして金3個。金の氷キャラは、ません。キーブのトップ率なんやねん。俺、経験値の前だから回ったことないわ。いつもスタミナ8の一番下回っとる。デイリー消化のためだけに。で、経験値にスタミナ24もつかなあかんねんし。経験値とか一番いらんからな。命を落とす覚悟はできていません。もてやったろ。421。まあ500キビ行こうや。そこまで来たんやろ。みんな20どっち。いや、回ったことないから知らんわ。結局こんな20も使えてないわ。3周で60や。一番上回ってた。ありえへん、ありえへん。経験値キューブなんかどこで使うんよ。ていうか、レベルだけ上げてドライすんのよ。プロエッグと、プロエッグは一番上回ってんで。20か、あれ、多分20やな。プロエッグと、あれ何あ、ポット。ポットは一番上。上なんかいらんわ。このゲーム経験値一番いらんやろ。ポットは上回ってます。ポットもちろん上。ポットとあのエッグは俺あの月曜でしか回ってない。プロエッグ回ったことない。プロエッグは月曜だけ倍やから。アダマンと卵は1年ぐらい回ってない。アダマンは回ったことない。卵は月曜だけ回る。
普段は経験値の一番下と、ポットの一番上だけ。ちょっと前にギルドクエストで似たようなこと言ってたよな。ギルドクエスト、あ、今日ギルドクエスト初めて25クリアしました。オートで、オートっていうかスキップで15ってなったわ。ずっと24やってんけど、卵ないって思ったことない。貫突基準結構あるけどさ、いつも銀の卵で99なる。卵ね、結構俺今枯渇してる。え？初めて25をクリアしたわ。なんか知らんけど。別に25クリアしても報酬は24と一緒やな。ヘレナ入れた？ヘレナ入れてないんちゃうかな。覚悟しろ。魔法使いなんか入れられんやろ、あんなとこ。AP なくなって、普段やん。あ、間違いギルガメクエスト。あ、ギルガメクエストか。毎日25お願いします。いや、24やん。ギルガメは一番上しか回らへん。グローエックスアでギル節約できるかと思うじゃん。そうでもないんだよな。そうでもないよな。容赦しない。あ、エッグは、遺伝書マルチしとったら、無限に溜まるからな。そう、ハンマーもらえるから、25やったらもっとなんか1個あるんかなと思ったけど、ハンマーなかった。復唱せんかった。よし、復唱。まだ入れた方が安定すんの。ゾウの経験値がもらえるはず。いや、まあまあ、経験値はもらえるんやけど。ツイッターに上げてドヤ顔しよう。ドヤ顔恥ずかしいわ。回っとんやけど、キルが増えへんのはなんでや、これ。おかしいな。回っとんやけどな。地名とか言うてんねんけど。黒バラの武器のかけらショップに売ってたから買っちゃった。買っちゃった？いやけど、まあまあ、ビジョンカードに関しては、ショップで買うのはありやと思う。出たら、欲しいのが出たら、絶対出んけど。僕はあと、ディアボロスあと6個。欲しいよ、この中途半端。なんとかあと1個手に入りません。悪く思うな。これが俺の力だ。マサ、待てて、なんで今ハン、待てて。キルマス氏ね。マス氏めんね。マセキの鍵パック買う。マセキの鍵パック買うなって。美味しないから。こうやったらおとなしく公式フォート待った方がええって。ほんま美味しないよな。何あれ。AP はな、なんやかんやで6000入んねんけど。あと2名。出て。撤退してでも行かないか。やばいよ。ディアブロ60なりました。じゃあ、99の60か。いやー、いやけど今欲しい。さっき、買っとるやん。さっきこそ石無駄遣いしたらあかんやろ。
課金こそ公式放送待つべきや。なんとかならんかねえ。それかあのギルビジョンカードガチャで3個が2回出んかなと思って回したんやけどゼロでした。まだ鍵7個あるから70以上にはなりそう。なると思うやろ、なると思うやろ。鍵1個でとりあえずで解く、ごく3個や。ということは、鍵7個で、ごく21個や。60からやったら63ぐらい、2か3やな。残念やけど。200ぐらいいるよな。関係甘いわ。おって。無課金との差はま、石が一番えぐい。ああ、ないやん、これ。あ、いいやん。あ、タコさんの下や。ルッツなんか落ちんわ。はぐれ。はぐれ、ハコさん、俺ってこれ並んどるやん。と、味噌煮込みと。背中を追ってくれ。なんやねん。あれ。110。10? え、飛ばして。警察。100以内目指すの。ここまで行ったんなら。一人誰でも何でもヘレナかガーブルなら何でもいいよ。くださいよ。なんかログインボーナス持ってる割にはこの1週間意思が増えへんねん。マコニャが何位かわからへん。ベスト100入ってない。なんか、遺伝書マルチしようとか言うとったけど、遺伝書マルチじゃ、レイドは出ないよ。当てて。この店長とかいらんわ。切り干し大根やったら欲しい。そうね。これ、読み子っていうか、読み子が読んでるコメントを取る、ツール?マルチコメントビュアーって言うねんけど、二つあることを知ってさ。この方は、これ全然あかんやんか、今。だからもう一個の方あるやん、思って。さっきダウンロードしようとしたら、Windows 7対応してなかった。ちょっとエラーになった。マコニャンと刀出てスクショしよう。カーバンクルは一発でいけたけども。カーバンクル一発でいけた。やってないよ。バージョンアップはよ。バージョンアップずっとしてないけどな。で、順次は、
ディアブロ苦戦したやろ、考えしたやろ、エツマジアは。そろそろ10にアップしたらええのに。どうやってアップしたらええの、いや、怖ない。10にアップ、どうやってしたらええの、10。この大事なフォルダーとか消えへん。死ね。変なって。必要なデータだけバックアップしてからね。バックアップってどう、何よ、どうやってバックアップ、バックアップって何、5年ぐらい前なら無料やったけど、いや今もなんかね、無料で、無料でできるらしいけど、アレイズ液入れるの忘れてて、それで1回失敗、2回目はユーナが死んで失敗。死ぬやろ、死ぬやって、意外とUSB とかに移せばええやん。USB にどうやって移すんや。仕事言うな。氷、氷か。氷キャラ来るってか。取っとくか。氷ないわ。ディアボロよりザコノが強かった。あ、ザコな？強かった、強かった。ラスト、スタミナ第12個。花がなぁ、欲しいんやけどなぁ。近いんです、花が。ここは、スタミナ第20個分しかギルガメ回れんかった。俺3倍の時結構回ってたのに、なんでこれこんな300とかしかないの。なんかまた見たことあるようなレイドボスやな。おいおいおい、小通りや。どこ巨人や。あの時、全部天候にしたはずやねんけど。クラスマ待ってたわ。クラスマッチと期間限定ギルバと混ぜてこんといてくれ。こんがらがるわ。クラスマとか。マイクロソフト公式からダウンロードできるで。できるやろ。何も消えへん。大事なの、ウーゼットフォルダーとか消えへん。虹玉回収イベント助かる。玉、あれ、10何個くれるな。まあ別に、やって損ない、あれやからな。落ちてないな。先やったらいいんじゃない？マッチは。コプリン出ました。エレナ、エレナとモン、キングモントばっかりあるやん。わかれへんね。2日目からやろう。守れてる。ありませんね。いくら制限あってもさすがにその2体は入れてくるやろうね。やろ、制限あんの？クラスマッチって。ちょっと540って言ったやつ。540。このゲームプリン好きすぎやろ、わら。このゲーム、プリンしかないわ。ビジョン2枚差しにしよう。そうなるわな。だって別に2試合戦うわけちゃうから、1試合勝ちゃええわけやから。ラマダの読み送りで読みに送ればいい？な、何やと読み。
返りじゃなくて。手バトと違って連戦じゃないからさ、もうその1試合に全てかけたやん。2人死んでもええわけやんか。はい、3人倒せば。返さしでええやろ。一人、一人にして。大変な花。テク祭りにならへんよ。テクテク溜まる前に決着はつく。てか、誰が主導でやんねん。ギルバと編成属性でパーティー分けれる？分けれんくない？属性で、分けれるよ。分けれるわけで。期間限定ギルバと、ペチャンくん。ひっくりマークついてるところ。毎回クイック禁止にしてくれてるからそこは助かるね。ほな？ほな、これ、ほら。おい、俺の編成バレるやないか。掲示板にも書いといてね。書いた。編成がバレる。そこか。おう。これ、こんなんやけど。これ、あかん。あんわ。チョコボ走らしてくるわ。これほんまヘレナ出んな。光チームって何やねん。闇で映画になる。お、例えが。タンクに体いたよ。え？いや、アーロンさんタンクちゃうよ。出たことない。え、まだ一回しか出てへん。掘りやがる。高速チケットがありません。だよ、見るわ。こう見る。キャラは結構出んねんけどなぁ。私、いや、闇チームでいいやんか、別に。闇と光一緒の日やで、確か。よかった。あ、ちゃうわ。風にしてる。風。ほら、ランちゃん。上がりました。21個。何？あ、え？あ、不使用になってるやん。なんやそれ。僕不使用になってるやん。上がらんな思ったら。で、なんかあった？うわ。僕はここは暫体制にしたいと思います。暫体制ね。4っている。平成で行くわ。守りから。安全策を取るのかダブル楽しみ。5794に。安全策やる。安全第一。
ってこその。ってことに。今回またしめじ、順序、君の好きなしめじ、コラボ来てるやんか。あれ、着せ替え戦でも、出るな。来たわ。ほぼのやつに、着せ替え戦でも、どんだけ回れるかで順位変わってくるから。容赦しません。命を落とす覚悟はできていますか。道よ、命を落とす覚悟はできていますか。命を落とす覚悟はできていますか。道よ。出るやろ。大変でも出るわ。覚悟なさい。行くやつ見て。覚悟なさい。出てくる。覚悟なさい。やろ。見にくいやつにせんでもできる。いや、こんなの出るか。プリン泥棒に気をつけないとね。何やプリン泥棒って。なんかゴミ待ってなかった。ゴミ待ってた。いや、降ってくるか、デブが。ほら、いけど。ごっつぁんでした。一周やった。はいかな。あ。プリンもあります。カレーでヘレナで、ほらやってるんやけど、ヘレをキックとか、心が痛い。ってんでええかな、別に。出てきせいキャラで来てキックされた、されとんねんって思うわ。今、ツイッターで悪口書かれとんねん。出てきせいで入ったらキックされました、いう。いや、二人おってもええやろ。大体ヘレナが一人おったら、ヘレナが一番トップ行ってくれるから、食らわんで、フェデリカ。一発でクリアするよ。22でも一発でクリアしたわ。これの68フェデリカ入っとっても。手を警戒されてる？エテをね。30が使うだけかな、メテを。アルテマも見切られるしな、わら。え、待って、どっちのアルテマ？サイトのアルテマ？完全に軽視されとるけど。ラムさん。ラムさん、アルテマ使えんの？
技の。あとのアルテマ？使われたことないな。ラムザちゃんが使えるやん。いや、持ってないやん。ルブである。いや、LB かいな。ラムザってあれやろ？エイド専用キャラやろ？カーバン校いいと思うんだよな。あ、ラムザがいらんような気がする。いや、必中？必中やで。覚悟しろ。 LB って必中じゃないん？いや、避けられるな。命を落とす覚悟はできていますか？魔力よ。大事はドイネラキラーで使えたよ。ヒネラそんなはびこってたっけ？停止されるわけないでしょ。停止されるやろお前。半分間違っとんねんから。タクティクス X でラムザ化けるから。する？半分嘘やんか。アルテマと朝日新聞は半分嘘やん。もう52万か。そやで。とっていうか、間違い。コボちゃんのために読み売りだったな。いや、知らんわ。あ、チョコプリンです。2回に分けます。2回に分けまーす。押し切らないでくださいよ。こんなゴリゴリのヘレナで。ビジョン変えずにすいません。変えんでええわ別に。余るわ。ということは月曜日ガチャか。月曜日新キャラ？15時から。命を落とす覚悟はできていますか？よしと頑張ってな。命を落とす覚悟はできていますか？だくな、いやな、これ勝手にカメラ変わるのやめて。こっちになって。勝手にカメラ変わってんけど。ええってできん。ゆわり嘘？アルテマ？間違えるわ、コピペするわ、でも。あ、オプションでカメラ固定できんの？勝手にやめて。廊下に来る。回るからやめて。でも勝手になっとんやって。行動回数減るん早ない？早いな、わら。早ない、行動回数。
ね、誰でも、何でも。キングさん、さっき入ってなかった？気のせいか。下手したら1ターンで終わってた。出た。お、フェデリカ用意したな、この日のために。チョコのためにフェデリカ用意してるやん。昨日も言ったよ。あ、昨日もそうやった？ボーナスキャラ持ってないとか言ってなかったっけ？いつも見てます。ありがとうございます。もっと見てください。センチネルさんおった？ランキング近くにセンチネルさんいた。何位や。2円応援してます。返すね。3割取られて1件しか来ない。400付近か。14なんかアプデあるんやろ？その時にコラボないか？いや、アプデっていうかバレンタイン。どこのフェデリカしかないって言うた。言ったっけ？ナイスパー。ナイスパーじゃないわ、2円。ナイスパー？ナイスパーちゃうよ。バレンタインケントや。じゃ、ジュンジュン、14の、あの、コラボとかイベントって、あんまり、ことじゃないで。強さには、絶対に、関わらんから。コラボ来たところで、見た目が変わるとか、それだけやで。14って今までコラボなんとしたん？お化けやろ、まず。お化けは覚えてる。あと何としたっけな。初見です。あ、初見さんいらっしゃい。ありがとうございました。うん。お化けと、あれ？ありがとう。モンハンしたっけ？モンハン。モンハンしたっけ？忘れた。初見さんいらっしゃい。ゆっくりしてってね。お化け？お化けか？お化けちゃん、妖怪や。お化けちゃん、妖怪。王将は？王将って何やねん。餃子の？リオネスが出たような気がする。あ、出たな。出た出た。スカイウォッチとモンハン。ニーヤももちろんしてるやろ。寿司三昧は？してない。パリパリの皮がボス。いや。他の王将で、両面焼きだけは言うたらあかんで。来たわ。
った0ってなってた。おい、あと一人。あれ？配信落ちてない？大丈夫？エラーってなっとんやけど。ソロ回ってる。いや、ソロ、なんでソロ回んねん。今日のポイントでかいねん。ないなぁ。音ブツブツ途切れるからちょっと一回セットしようと思うんやけど、出発試合終わってからじゃないと、これ裏行ったら落ちちゃうからさ。自発処理する時間足りんのや。え？自発で処理せんでも。終わったら音直すわ。ブツブツ喋ってる人の声はかっこいい。え、もしかして、あ、やっぱりエラーなんねんけど。それエラーなんねんけど。エラーが出る。腰が悪いぞ。悪くもない。覚悟しろ。命を落とす覚悟はできていません。しません。配信自体は普通に見れてるよ。出てる。なんか俺の方をエラーって言ったらこっちに枠て枠取り直すの。いや、枠て枠を通じて、まず取り直すな。容赦はしない。お、コンビニスクリーン記録するだけ。とうとう配信をまともにできんことなったか。おい、頼むで YouTube ほんま。ママガチャでママ出た。やるこい。いいな。これ今ママよりあのティアボロス1個。めちゃくちゃ中途半端や。6個や。よし。再起動しようか。交代発生。おすすめデクネスの動画50秒ぐらいの出てきてうざいんだけど。50秒って何なの？お疲れ様でした。待て。
言って。スタジオの動画ってない。タップしといて。ウーバーイーツ頼んでみて。ウーバーイーツ対応してないねんけど、僕の。太陽。最終幻想吉田のやつや。数秒で。俺の。そして。我慢。明日にはサブの客行けたよな。来はっていいけど、ちょっとうち待ってくれへんか。開けとるやん。ちょっと一周待ってくれへんか、うち。客行ったか。あと二人早く。ピンが待ってるんや。うっちゃんのディスコでプリン貼ってたのは知ってたけど、蜂やったから誰も来なかった。わら。あちでも美味しいやろ、別に。ニルバトやってます。ニルバト やってる？うっち何本貼る、レベル何本貼るつもりやで。おい。悲しみよ。まさか蜂か？8で誰も来んでやばない。俺6から行くで。最終幻想吉田の8の屋根。あ、それかい。それ50秒だけ？いや、8。8行ってあげるわ、待ち。ちょっと。一人。っていうか、小一時間やってタイトル誰も突っ込む。悲しいよ。どうが悲しいよ。おはよう。え？エドちゃうわ。滑ってたからさ。滑ってない。面白いや。なんかやっとんねんて。急遽さ、今日別のタイトル考えとったんやけど、始めようか思ったら、なんかいいラボやってたから、やってこっち来ようかなと思って。結構今日藤田出るって書いとったのに出てなくない？出たの？命を落とす覚悟はできていますか？本人配信。命を落とす覚悟はできていますか？で終わった。命を落とす覚悟はできていますか？それでいいラボさんやってるからガチで痛い配信みたいになってる。いや、誰か間違ってこっち来んかなって。公式でクネスの悪口言われてるかもね。はいな。やばいぞ。やはりプレゼントはなしか。
ぱいやってるの見えほうけど。ただいつも通りやけど、多分。見えじゃないんちゃう今回。見えは、あれやった。あの、なんか、やるやん、いろいろ。バトル。今日のは普通のやつか。今日は普通のやつやわ、多分。見えいつやった？うちうち、絵で、あって。あちか？別なのね。いいえ、いつやったっけ？57,779。なんですか、そのフェデリカは。なんですの、それ。ダブル。なんですの。びっくりしちゃった。びっくりしちゃった。俺、あやかぐらいで来るんかなと思って。ホーリーで来るんかなと思って。クネスのサブアカみたいだな。いや、サブアカもうちょっと強いわ。俺が張る代わりにお前ら倒してくれよ、まとめ。そうやな。全然いいけどさ、倒せるけど。命を容赦しません。覚悟はできていますか？命を落とす覚悟はできていますか？道よ。ひだちゃん、明日祝日やで。知ってた？明日何の日よ？ぶんぶん。そろそろ。何なの？うち 1.5 倍なの？覚悟なさい。じゃあ海の日？容赦しません。いやー、いや、だから明日メインクエストすんねんけど、いや、そろそろ終わってもええと思うんやけど、まだ？もう、ハウスリー倒したら終わりか？ね。メインク記念日か、明日。朝日の髪型ってどういうこと？朝髪切んの？ハウスリーの髪型にしてきて。覚悟なさい。我らの勝利です。ああ、1ヶ月記念日か。簡単欲しいぞ。はい、ウルフラマン。何？フォレスト会長、フォレ、あ、あの、え、そうなの。そう、わからんねんけど。明日は私と初めて買い物に行って半月記念だね。いや、めっちゃだるい女やん。あれのどこが女性蔑視なのかが俺全くわからへんねんけど。機械だけやろ。
クゼットの記念日は知らんがな。初めて配信見に行った日は何月何日か覚えてへんわ。悪く思うなよ。覚悟しろ。コロナ収まらんから暇つぶし。命を落とす覚悟。いや、収まっとるやろ。今日400何人やろ、東京。命を落とす覚悟はできています。緊急事態、ちょっとは聞いとんな。1分の1、4分の1なっとるやん。アホどもが油断してまた増えるやろ。増えるかな。容赦しません。お行きなさい。っていうか、あのワクチンさ、基礎疾患ある人を優先的に打てるらしいやん。みんな基礎疾患ある？これ何もしないよ。小池氏はどやかをやろうな。あの、13種類ぐらいあるんやった？疾患って本で定められてる。下痢とか無理。下痢からコロナまた増えるよ。夫の寝台出るから。寝台また出んのか。あの BMI が30以上の人は基礎疾患らしいです。今 BMI30 以上あるか？これはある。次の後ならある？いけないわ。BMW も関係ない。トム、30代持ってます。ほんまそれないまだになんで男は浮気するの？とか聞いてくる女おるけど、もう女もバンバン浮気してる時代やのにな。パチンコ依存症も基礎疾患。全然基礎疾患。僕は最近見てない。PMM ネットっと？僕は浮気するって。これはしないけどな。したことないけどね。それされたら困るな。悪く思うな。覚悟しろ。命を落とす覚悟はできていません。命を落とす覚悟はできていますか？命を落とす覚悟はできていますか？クネスさんの吹き替えの方残念でしたね。声好きだったから悲しいって言う。なんや帰って。まあ、話やって。思い知れ。出ないの？容赦しません。おいきなさい。今度はあの携帯逆バカしてくるからな。飛びすぎて天国行っちゃった。なんやそれ。容赦しない。待って、なんかやってたんか。はい、アニメ。覚悟なさい。どうだ。俺は負けられないんだよ。あ、これなんメダルの武器ならすごかったぞ。あれバリメダル何個集めたんや。交換するもんなくない今回、正直。全部素材でええんちゃうかな、もとも。
回のレイド装備が弱すぎ。よくねす。どう？久しぶりやんか。あのアイコン見るの久しぶりやん。忘れたわ、そういう。レシピ99枚ずつ交換したら属性のかけらも全部。属性のかけら、いや、属性のかけら、レイドメダルで交換せなあかんの？やったら、もっと大事な素材交換した方が良くない？そんなかけらなかった？悪く思うなよ。何のゲームソフトかだったんよ。命を落とす覚悟はできていますか？ヘレナに素材使ったのでギガ君が足りません。いるな。そんなこと言ってるから必要な時にないのに。だよな。メダロット。メダロット当たった？懐かしいな、メダロットって。え、ソフトやとかやった？容赦はしない。メダロット当たったんかいな。クネス交換できるものは全てのイメージやったけど意外やな。いや、意外が、意外っていうか、全然、いや、するで。交換するけど、するんやけど、結局な。ブツブツ言いながら。おいだ、メロット。誰が、ただ魅力ないなって、今回のレイド交換した。63枚ずつしか交換はしないけどね。でもするよ。なんていうかな、目標がないか。今回はするんやけど、結局は。だから目標。その時ソフトでグバの1から5、グバの3本がセットになったやつ。TV ってもしかしてゲームボーイ？俺は負けられないんだよ。マコニャンもそれでなのかな？それかもしれんか。ゲームボーイアドバンス？あの時こんなソフト持ってどないすんの？うん。いやいや、うんじゃなくて。ゲームボーイ持ってんの？結局最後は秘伝書全部交換することになるよ。やっぱり？ゲームボーイ持ってる。懐かしながら遊ぶ。スイトチに移植されたやつやで。あ、スイッチ、歌えたやつかいな。俺そのメダロットのやつ買おうとしてた。ゲームボーイ言うたら俺あれしかやってないわ。ドクターマリオ。一番おもろかった。メダロット2。あ、これ。カエルのために金はなるやろ。話やねん。どうい。あ、ドクターマリオ？出た。ゴッドエンペラー出てきた。エンペラー。ゴッドなのか、神なのか、皇帝なのか、好きや。カードヒーローだな。カードヒーロー、ほんまカード好きやな。これが俺の力だ。アニキラは、ガチに好きなもんは、ほんまカード好きや。ゴッドエンペラーを反射で飛ばしてた。命を落とす覚悟はできていますか？容赦しません。できていますか？ゴッドエンペラーのレーザーがもうヤバみちゃんやった。しない。覚悟なさい。覚悟なさい。覚悟なさい。
初キャンペーン当たるもんやな。僕は今まで当たったのは一度だけ。幹部のリツイートキャンペーンで1000円当たりました。ゴッドエンペラーがすごい強すぎてゴッドエンペラー以外使わなくなってゴッドエンペラーゲーになってた。ゴッドエンペラーマジ最強。いや、ゴッドエンペラー。グブは白黒で終わったな。ポケモンやったことないし、サガシリーズしかやってかも。サガ2やったよ。サガ2やってなんやこれ思った。なんで攻撃したら武器変ねん思った。ゴッドエンペラーって言いたいねん。わら。ヘリングしょったらいつの間にか素手になっとるかな。それでサガが嫌いになった。デブライブ3期ショーのブタタブタラさんの配信で。わからへんよ。一期、あ、今日、サブライブ。一期とか見てないよ。覚えてないけど、曖昧はたいで買ったデリンジャーが一瞬で亡くなったことしか。子供ながらにショックやったわ。デリンジャーが。サボはもう少しで登場する？ 100？ 遅いね。登場は初日にするもんでしょ。悪く思うな。覚悟しろ。命を落とす覚悟はできていますか？道よ。命を落とす覚悟はできていますか？容赦しません。命を落とす覚悟はできていますか？道よ。どういうとこちゃうん、探検。早漏は初日にするって言った。ブレイブ72？そういうとこでしょ。天体師なんだから、初心者さん、これから始めようって思ってる人に、ちゃんとしてあげないと。してあげないと。お行きなさい。俺は負けられないんだよ。あるじゃあるか？他はんで？天体師も延長なったんちゃうか？さすがに。何もしてへんから。もう3ヶ月くらいと思う。おい、どんどん回るぞ。
ャル乾燥しても大丈夫って言われたけど、一応怖いから使っときたいな。やね。ディアボロに勝てません。ディアボロにめっちゃ強いぞ、タコさん。70何本じゃ無理やで。これは苦労した。5回やった。今日も代打バント決めたい。いや、やめ。やめ、お前、可愛いか。やめ。覚悟しろ。命を落とす覚悟はできている。白く頼むぜ。正確に言うと勝てたけど、一人死んじゃう。そうやね。特に初手ちゃうん。初手の混乱の、あれ、でかいねんけど。こんばんは。こんばんは。容赦しない。いやね、一人も死ぬなっていうミッションが大変なんよ、あれ。容赦しません。ようやくレシピ以外のアイテム取り切った。取り切った。レシピ以外から取っとんかいな。終わってるな。お行きなさい。タコさん、あれや、レイン。レイン入れたらなんとかなるわ。レインと、レインにつきっきりのヒーラー一人。容赦しません。広島さんなので代打昇電だな。昇電とか古いね。当時の広島怖かったな。パワープロで広島とやりたくなかったわ。まあまあ二人でイケイケじゃないって。お行きなさい。覚悟なさい。我らの勝利です。無でこレイン無理ぽ。レインもでこきついな。設定チャンスすれば余裕。じゃないねんって、何でもかんでもキャラ持ってないから。たわ、ほんまレイド期間中でよかったわ。スタミナ山ほど使った、あいつにディアボロって。ラスト8スタミナいくか。ワンチャンヘレナで魔法タンク。魔法タンクいける？ヘレナで。レインおらんかったらクリアできてない気がする。穴落ちひんねんけども、これ落ちとんちゃう。あ、落ちないな。48対36？ いやいや、待て待て。36で終わるわけないでしょ、相手。チャンピオン。来るでしょ。こんなマジうざかったな。の混乱がさ、なんでそこ殴んねんいうぐらい、はじめあの後ろの方に誰？ルシア入れとったんやけど、でもルシア混乱プラスミリに立てられたわ。リチェさんとか言うてる場合じゃなかった。昼亀は昼間回ってる。それは、ここで。花取ろう思って。花取ったらギルガメ戻ろうと思ったんやけど、今日から出えへんねん。完璧ここで直した。ヘレナで連れて、ここしたら、また混乱すんの。
花は課金で買うことにした。こんなんやねん。不良で取れるもん課金で買う意味がわからへん。辞書には書いてないわ。わかるダブル、俺も一応花が出たら亀しよう思うんやけど、なかなか出らんからもうええってなった。いや、親はまだもうええってならん。いやいや。花が出るまではもう心に決めた。花出るまでは亀回らん。二日出えへんねん。花がないから花も出んてか。クネスにはわからないと思うが、巣は育成するのにそんな無用分の花だけではどうにもならん。どうにもならんけど、SSR まで手出してないし。あ、ちょっと取れるもんは取っとかななと思う。ツイッターで誰か言うとったけど、ヒップじゃ花落ちひのちゃうかっていう。花落ちひん疑惑出とったで。あ、このボスが言うとったんちゃうか、順次。ヘッドキッカーのネイトさんは、どこで行くと俺も言うけど。花握りしめて帰ってくるけど。失敗するな。と思い出せ。SSR 以下でも、UR と同じ虹玉使ってたやろ。玉っていうか、虹かけだ。けど落ちた。トイレ行って帰りにポテチ握りしめて帰ってくるの。アイアンみたいなやつやな。はい、レイド行きますよ。誰でもどうぞ。オーブなくなった？花の確率は、まあ、10%かな。でも運営対応早くない？ギルガメ超実装。で、対応も何も、声が多かったんか？超実装性っていう。そもそも、他の、エッグとかの蝶ができたときに、ギルガメも蝶が実装されてても、叱るべきじゃないか？明日の石3000用意できた。明日の石なんで3000もいい？あ、かけら分？どっからそれ小銭集めてきたんよ。なんやその日雇い労働は。悪く思うな。これが俺の力だ。不思議感じしやすくなったな。通り。持ちやすくなったんやけど。
この看板、なんで俺あと6な？何その看板。ショップでさ、例えばショップで、武田が5個出ました。5個のうちの1個だけ買うとか、そういうのにしてくれんか？最大5個まで買えますよ、みたいな。なんで5個買わなあかんの？いらんわ。一生使わんわ。一個欲しいんや。ヤボロスのだけだ。ここも10個もいらんの。一個でええの。覚悟なさい。我の勝利です。フィンガーも2パックで売ってるな。高いやつな。一個なら単価上がる。これ、ぼったくりやなぁ。いや、まあ、けど、単価上がっても買うなぁ。100で1個買おう。250買うよりマシやろ。ああ、何しとんねん。ノムガチャやれば解決。出えへんて。切る余裕ないのに。これ、8000万なんか一瞬やって。おい、ほぼ引き男。日本一美味しいと思ってみんな教えたのか。まあ、ええわ。フォー君。あれが一番美味しい。ウィンナーにはうるさいんやけど、ええへんねんて。数あるウィンナーを食べてきたけど、コウ君が一番いい。超ギルガチャで破滅出ました。出た？当たりやな。今日ギルガチャで、カー君が2つ出たわ。10と3。ええって。今まで残り1個はギルガチャしとったけど、このギルガチャができる状況ちゃうや、今の時代。まあ、次の公式コフォートは20億用意しとけよ。容赦しません。どこギル？ギル局来るんだよ。できる環境になった。いや、だから、よく来ても、一周で1個落ちるかどうかやろって。でも、100万や。ソウルメダルは？ソウルメダルは、美味しいけどな。ちやけど、ちで買って、このメダルに。今まで、あれ、何？金は50万やったの？それはもう毎日購入ボーナスのあれ、体力第3か、僕30にしてや。僕30やったら3000万やろ？ 120 円で。3000万の 1.5 倍で、10か、1000万、それでもいいか。体力3つか。ジュンジュン、君どっち行くねん。もし10やったら。体力3は、レインボー画面10やったらどっち？
このゲーム何でもギル要求されるような技レベルはジプだけにしてほしいわ。今さ、ギルガチャができるまでは、ギルなんて、しょうがない極端ギルなんて、もう、ゴミ以下やったんや。カメかなぁ。カメ？極端子はしんどいわ。解約としか言いようがない。やるやんけ。解約としか言いようがない、このギルガ制度。丸が一個多い。覚悟しろ。まずギルなんていうのは無限やん、言うとったのに。命を落とす覚悟はできていますよ。道よ、命を落とす。ギルもうても使い道なかったのに。じゃあ今日も星6取ろか、ほんなら。プリン来た？ちょっと待ってくれ。これ終わったらな。プリン来たで、まず倒さなあかんのじゃん。我慢。覚悟なさい。覚悟なさい。容赦はしない。一瞬やんか。容赦しません。拾う順とか、いや今日は拾わさんよ。今日はもう一個一個に頑張る。どうだ、俺は負けられないんだよ。ちょっと途中経過見に行くか。ガチャで金カメ出ると当たりだよね。当たりただやな。10時半やし、先ギルバと言っておいで。うん、ちょっと様子超えてくる。相手氏は1億までは無課金や。この有名な。なわけない。タンク高ない。おるな。これはおるな。155抜いたらかっこいいよ。いや待てて待て。候補としては、クロリか、クロリ、希望フラグ、本源。希望フラグってあの希望フラグさん？2B 行きたいところやねんけどさ、関係。155なんやって。おるんやって、キングが。真ん中にドンと。真ん中もしくは右に。となると、キングにヘイト取られてる間に、B に、ドンに、回られる。モセットどれ？これ？これはまあ、モントは完全回復するわな。けど、
耐性。三耐性と魔法耐性か。で、リオニス城。カチカチやな。カチカチやわ。これ、リオニス城じゃなかったら倒しとったな。え？なんか関係ないけど、155はちょっと関係あるやろ。さすがに。まだ慌てる時間じゃないわ。なら関係あるやん、わら。155はちょっとビビるやろ。リレーズでカウンター食らった。あ、リレーズがんなくなった？あの程度やったら倒せるわ。ハルテ。ハンズを待って、貼って、わぞった。貼って。おいおいおい。何？まだ慌てる時間じゃない。ハンナや。エレンか。命を落とす覚悟はできていますか？容赦しません。命を落とす覚悟はできていますか？道よ。あ、それ、なんや。命を落とす覚悟はできていますか？命を落とす覚悟はできていますか？道よ。いや、氷覚悟なさい。氷関係氷打撃。ラボ終わったから流れ込んでくるぞ。あ、終わった。うーし、氷道さんや。打撃氷道。まあ、残はないやろ？魔法もないやろ？となると、一つか、弓もないやろ？一つか、打撃やろ？いかんな。コードさんや。いらんな。これ残が欲しい。氷残でも回されへんけどな。15点しかないんや。ハーフまで回されへん。あ、誰でも何でもガブルかヘレナなら。チェツレでギルガメ行ってクンドルしてくれんな思ってたら好物来た。
流行ないか。変な。氷射撃だって、なんでよ。あいつも氷射撃やん、限定の。ローザ。ローザ射撃？プリで映画だ。ローザおるよ。倒し射撃取るかどうかやけども。あと処理、はい。はい。氷打撃来て、結末は打撃の UR 拳銃。モントに多少は強い氷にしてくると思う。となると、モントの弱点で何を打撃ちゃう？命を落とす覚悟はできていますか？モントってどのモント？ウアル？氷やったら無理。命を落とす覚悟はできていますか？命を落とす覚悟はできていますか？道よ！こんなに、キングモントがはびこってるこの時代に氷キャラなら出すか？お行きなさい。氷結ラルド。はい、なんかな、中杯みたいやないか。覚悟なさい。まあ、氷キャラなんか出して誰が引くんよ。取った。お行きなさい。覚悟なさい。だって氷マップやもん。あ、マップだけじゃん。ちょ、裏書いてくるんじゃん。水ちゃん、やっぱり。アーロンのお供はもうギルガメッシュとラスウェルって決まってんねん。容赦しません。お行きなさい。イズドが出たら完璧やで。キングぐらい打つワンパン、文字通りワンパン。あ、ギルケン登場立てんの。なんてギルケン重い。ちょっとあと一周したらさすがにギルバト行こうか。変しすぎ。いや、水キャラは、まあ、2月か3月頭に来ると俺は呼んでるんでね。昼面の手伝いなんかしたことがない。ちゃんと配信見てるからギルバトファイト。おう、頑張るわ。ダメ押し取ってくるわ。あれ、ギルがなんか増えてるぞ。グラセラ X でモント切らない？グラセラ EX っていうより、新しいグラセラ欲しいな。俺そこで水キャラ、グラセラコスト100。で、新規入れ替わると思ったんやけど、ほんとと。で、コスト100の出したら被る？グラセラ水って、EX の同時にしたら。同じグラセラの水2体もいらんわな。となるとやっぱり雷か。グラセラは。みんなオーブ切れたか？
このまずはキャラあんまいらんねんけどな。骨拾えなくなりました。おいおいおい、骨拾いなしかい。要は拾わすつもりはないけどね。骨拾ってあげる。から入ってくれ。サクサク行こうや。500円以内キープせなあかんの。70対48。おい、どうした？ 70-48。どうした相手は。なんや。数日前で。なんや。デートか。デートするようなやつが幻影なんかしないわな。夢みたいでも夢じゃない。何やその鈴木又之みたいな。レイドやって忘れてる。ウッチーとちゃうねんから。ロクさん。レイドやりすぎてギルマと忘れるとか、そんなギルマとウッチーぐらいやろ。明日付き合って2日目だけ生きてます。あ、そっか、最悪拾えるやん。今飽きらへん中だから。もう閉店時間過ぎどんがだからみんな今日は早く寝てる。さっきねえから今日っていうか最近やっぱ花粉飛んでない。ていうか、ちょ、聞いて、びっくりすんねんけど、そうじゃないで。ヘミが死んでた。お、ありえる？しかも、つい今しがた死んだんやろなぐらいのみずみずしい。70対52か。これ言ったらあかんって言ったでしょ？こうなるから、そら、こんな編成やわ、そらな。あ、そうでしょうよ。手を受け取る。去年のやっちゃうって、ほんまみずみずしかったもん。とりあえず安定の3取ります。そっから考えるわ。本気で頑張ろうかな。これ魔法シールドなんか持ってんのあいつ。戦い抜く覚悟は控えている。これが俺の力だ。はい、これやめ。回復よ。あれ、なんで。回復はアーロンさんを大黒柱を失ってしまった。ケアルラでよかったんけどなぁ。
アーロンはぶられてる。アーロンさん、ちょっと。これ無理やぞ。アーロンおらな。安定の床。回避回避やん、これ。これ当たらんわ。さすがに。ナイスタンク。タンク、いや、これはちょっと当たらへんぞ。ダブルワンパンできる？できるか。ヘレナは攻撃届くときは回復より。攻撃する！そこは算術と違う。そういえばそんなこと言うとったな。無理やな。いける。けど QS に、まあまあ、パンパンされたからな、昨日。今日もされそう。当たって。あ、これ、あ、向こう先攻撃しちゃう。回復回復回復。ナイス回復。これで、DB は倒せるんちゃう？ヘレナ一つ弱点。あー、無理か。一つ、なるわな。昨日と一緒やな、これ。まあまあまあ、DB だけ倒しとくわ。あれ？あれ？あー、倒してない。倒してないわ。ウームさん。ウームさんちゃうわ。ティームさん。出番や。ちゃんと、場を残したいだで。あ、ちょうどええ、ちょうどええやん。もう行かれてるわ。お母さん行かれとるわ。何や、ナイスバントや。ワンアウト三塁にしといたぞ。まあ、外野フライで1点取ったやん、ちゃんと綺麗に。まあ、あとこのゴッツ強そうな。探す？うん、探しといて。ゴッツ強そうな。取っとるわ。全滅いけんじゃん。久しぶりに。てか、向こう追い上げてきたぞ。そう。えいってよかったら別に、全然いい。追い上げてきたぞ。あ、意外と削ったな、一人で。てか、リマンさんいけんじゃん。いけんじゃん、K。回復ないでしょ、これ。っていうか、属性的に不利か。変ちゃうかけど。痛いぐらいは。意外と、なんや、この 2B でようギルガメッシュあんだけ削ったな。やった。長い。全然やった。命中持ってないギルガメなんじゃない？あ、ギルガメッシュ命中。ギルガメッシュで命中なんか持ってないで。はクリビネよりアーロンが欲しいところだな。まあさすがに勝てるでしょう。大きい出番やぞ。
ペットンが珍しく星6取ってる。ギルガメは命中残念やから命中めちゃくちゃ盛らないと 2B に当たんないのよ。何 ?2B に当てようと思う?ギルガメ一応使ってる人。防衛してるわ。長いね。あ、逃げたんじゃないですか?いや、多分じゃない。追い上げてきた。更新を落ちるんやけど。なんていうか、iPad が。リセマラシロ。何を?もうなんかクネスの配信機器ボロボロやな。ちょっと、揃えてや。iPad セミプロか?iPad セミプロやったわ。ノンプロやったわ。早いから。あと3。え、でもめっちゃ追い上げてきてるやん。おい。そばに。落ちてる間にゴッと追い上げてきたんやけど。おーい。iPad で変な動画ばっか見てるから。ドキー。チキドキー。ちょっと、まずいんとちゃうのこれ。あと3取っとかな。おい、ノルフェ、何寝とんねん。まずいですよ。ノルフェ、起きろ。そして、ポーキー、動け。まずいですよ。まあ、けど、あと相手が一人動けたとしても、6やから、78対77で勝てる三段。最悪な。あと10分あったら負けてたな。いや、10分あっても向こう動けるかわからんぞ。いくらく155が残ってるね。こんなん見たくないな。ほら無理やで。本当にヘイト取られるしな。嫌やな。なんでこれそう一緒やん、これ。この杖。人数の差ですね。この差で。あ、あれ。しかもリレー済みでいいやしな、わら。だろう。下の杖な。これ倒すには二人がかりやな。開始キャラにリレーズはマジ勘弁。勘弁やな。あ、なんとか勝ったか。な、あと、78対74。なんとかなった？追い上げられたけど、大丈夫？大丈夫よね？ええ。受け切りました。
パチパチパチ。パチパチとはコツか。危なかった。あ、ウルフが行きましょう。大したことないな、チャンピオンにも。パチパチパチ。パチパチ。レジェンドに一歩近づいた。近づいたわ。さあ、残り時間行きましょう。オーブないんか？オーブない？そうで待っちゃうよ。これオーブさん。よくない。でも1名募集しております。大日本断言者1名募集してます。プリン出るかわからんぞ。今日もう現状しか出んから。こんなな剣だけ取りに行ってやで。あー、ツラーで帰ってくんの。はい、まあ、つって。ホクホクで帰ってくんの。あと一人誰でも、どうぞ。ませんか？天使で二日弊社潰れる。はい。確かにそうやな。かけらで言ったら、二日潰れるから、西移動派十、十が二日で二十。十かけらは、天使。それやったら、どうせんと自分とこで、のっけどで天使ぐらいのランク入ったら一緒やな。弊社と遺跡クールのせいで気軽に行けない。クール、命を落とす必要時間でやる必要がある。命を落とす覚悟はできていますか？1くらいの2500石は約束はできないけど、3人前ならいけるかなと。おい、順序、知らんぞ、そんなこと。強気な。強気な発言して、蓋開けてみーな。蓋開けたら11位とかって笑えるで。これが俺の力だ。変化。3位以内な。黒切りは3位な。おいしい。注目しとくわ。黒切りの順位に。ごっついよ、どこ、死のグループに入れ。覚悟なさい。覚悟なさい。容赦しません。容赦はしない。あれ、連勝ボーナスもあるからな。カビに負けたりするのが一番あかんのよね。なんで中に突き上げるのが一番か。これやったら試合目に負けてランク下からあと全部連勝でベスト10に入るのがかな。アサルトさんに宣戦布告と見てよろしいか？いいよ。いや、俺別に注目しとくからグループに入ってくれんかな。俺は負けられないんだよ。
弱リーグしか入ったことないギルドのギルマスが生きて、おい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 、弱リーグなんかないから、そこに分かれてるから。前回が最初だけ負けてあと全勝やったよ。それが一番ええな。ありがとう。仕事まだあるよ。スタミナ言うて4つあるから。やろ、行けたからな。オフ切れた。振りとけって言ったでしょ。一緒のグループになったら面白いな。グループだったらな。かん言わさなあかんから。限定ギルバトのためにも1名募集してますよ。ませんか？タイニーっぽい断言者でタップタップ。これが俺の力だ。命を落とす覚悟はできていますか？道よ。命を落とす覚悟はできていますか？命を落とす覚悟はできていますか？道よ。グランルージュ容赦はしない。赤いムーラインさん、レイド終わったら編成考える。配信者全員同じグループになったら売名できるな。雑魚やタイミング相場入れたらいいかな程度やし、僕の予想だけど今ランキング1くらいのとこがええグループに行ってんだよね。だから期間限定に向けてギルバと負けるのも一つの手じゃないのかなと。一つの手じゃないと思う。逆に負けて一周回って A グループに入るってこともあるぞ。2番手の A になるかもしれない。早口なるよ、ちょいちょい。それで相手負けてくれた、今日の相手。さあ、ほな。プラン2で何を計算しとんの？あれ？ 4 連勝か？ 2連勝かな思ってたんやけど。連勝してる。いや、たまたまやって、均等に分かれとるって。チャンピオン2で、そんな勝敗順位計算してどこのリーグに入ろうとかないて。大丈夫や。A って何すんの？なんで？台風の目になるで。ちょっと2の A と B。だから、
当に分けるためにはそうなったもんやるか。だからといって、A が一番強いとは限らんぞ。2周目、3周目の A と B のチーム次第ちゃう。悪く思わない。覚悟しろ。夏がくじ引き、甲子園の抽選みたいにする代表でバッと行って、タップして、3日本異端芸者、A グループですよ、ね。ギルマス長も現れず、ギルメンの一人がギルチャで参加を募ったものの誰も現れず、シルバー帯は今日も平和です。おいおいおい、無敗でチャンピオンまで笑えたんやけど、またしのグループなる。アルゼンチンとブラジルおる。期間限定の編成画面やりづらいから全部お任せでよ。チャンピオンまで来たけど、ちょっとグループさんどこにおんねん。聞いたんですが、全部お任せダメです。覚悟なさい。なんであれは、アイムさんが1位で抜けたのは、当たらんかったからっていう可能性も、あると。お行きなさい。プラチナで唯一の3くらいの称号欲しいね。覚悟なさい。プラチナ。アユムさんに宣戦布告と見てよろしいか。前3位ちゃうかった、うち。第1回。第1回限定ギルバト。3位ちゃうかった、4位やった。3位じゃなかった。前の限定ギルバト、アユムさん、ノブシ、カモメ、その他もろもろのギルドでボコられた。ボコられた？いや、今どこおんねんて。まだやるならオーブ使うで。まだもうちょっとやんで。オーブ使ったら5個やろ。5周は余裕でする。順調にいけばもうすぐチャンピオンにやわ。おいおいおい、やっと追いついたか、うちと。紙巻きタバコ団はずっと応援してます。紙巻きタバコ団ちょっと崩壊しかけとったからな。9人ぐらいなってなかった。みんな記念したから。え、さっきけど具体的に最近路上喫煙めっちゃ増えたんだけど、何がわかんねん。電子タバコに変えたとか。タバコとかあんな体に悪いもん、よう吸うな、やめときや。入った時プラチナやったんやで、早すぎるから逃げたい。ここにおんねん。あきるぞや、それ。それおらんか。来週の月曜ぐらいにラルドーとニブルが同時にハードで99なります。ラルドー嬉しい。嬉しいか。ちょっと使ってくれ、じゃあギルバトで。フレンドで私のとこから見ればわかる。はいな、行くのあったわ。悪く思うなよ、これが俺の力だ。命を落とす覚悟はできていますか。命を落とす覚悟はできていますか。道よ。
きなさい。覚悟なさい。あ、エンヘルもあと10個やった。え、細ないか、エンヘル。どっち初期キャラや。半分ぐらい初心者やのに、もとくろ霧島とか分散の人いるからごちゃごちゃやで。ごちゃごちゃ。半分初心者で、ハイデプラチナに今で来れんの。はい。あり。おいしい。今チャンピオンさんやて。あ、それでもチャンピオンさんまでよう来れたな。エンゲル書ゲットは11月とかだよ。遅いね。これ、部屋そのままで、もう一回できるのはいいねんけど、あと何体残ってるからもう、同期してほしいな。これ、ナーシアの HP 一番超えとるかな。ことやな。それだけ最新キャラいれば戦えてるっていう証明やな。エンゲルでも1万。ボス戦闘不能なし、いけた。いけた。ニブルに亀連れて行ったら射程でほぼ全員倒すやん。わら。パッシブ外したわ。なんで亀なんか回っとんニブルで。かゆいとこに手が届かんよな。いや、かゆい。ミランダ入れた、わら。ミランダ入れた？いけた。ギルガメ集会で射撃なんか入れたら、えらいことなんで。全部倒していけよんで。覚悟しろ。命を落とす覚悟はできていますか？あ、プラチナヘルムって2つ3ついいんと？命を落とす覚悟はできていますか？命を落とす覚悟はできていますか？道よ！エヌブトグ出しとくよ。あるに越したことはない。レイド1くらいの人ってマグロなのかな。マグロなのかな。こう1位の人意味わからよな。結構優秀だしね。あれ、端だけ回ってるはずなのに。よやればやるほど差が広がるな。覚悟なさい。我らの勝利です。宇宙の広がりみたいやな。変やな。今回レシピブリガンダイン優先でいい？いいよ。もちもち。今回はビジョンのボーナスもあるからすごいポイントなんやで。いや、まあそうやねんけど、こっちもあるわけやし。アーランキング上位の人ってお金と時間どうなってるんやろ？それ無限よ。いつもは370万とかで終わるけど、今回は600万はいきそうだね。ダイもう一個あるからさ。キレンさんがやってるやん、本人に。ただそういう。あ、これやってますなんか言う場がおるか。やってたとして。うん、俺ぐらいちゃうん。
波乱精神と時の部屋使ってるね。った昔違うゲームでいて叩かれてたの見たことある。ええ、オンラインでマクド使ったらあの火出るぐらい叩かれるで。Win7 で何言うてんねん。Windows7 でもマクドできるわい。1万円出せば。いや、プリン出せるわ。1日に1時間しか寝らんみたいやしな。わからんけど、スタミナ足りるわ。ラストプリン出そうか。プリン出るとこまで行こうか。もう出るわ。これ、あと2回で出るやん。的にもちょうどいい。花は出んけど。睡眠時間削ることはできても、お前、スタミナが足らへんがな。全然鼻出てないの笑う。いや、ほんまやで。二日出えへんねんけど、やっぱりスキップ出えへんのじゃん、かな。いざとならへんわ、どこか。力でスタミナ上限が違う。確かにそうやねんけどさ。オーブエキス回復しました。回復した、オッケー。そんだけ触れる時間普通ないもんね。食欲削らんから。ある。触る時間はあるんやけど、できるスタミナがない。よーい。私はマクドとか浸透してない頃、サンツのスマホで3人ぐらいで3交代で回してたな。えらい昔やな。10年ぐらい前、10年ちょい前から、マクドは。1日 150? こんなんでええの ?150 回ってこと。つけどんって。寝るねんとかじゃなくて、スタミナが足らへん言うとん。起きとっても寝とってもスタミナ一緒やから。モンスターの見ながらレイドやってるの見ると頑張ってると信じちゃう。スタミナなんかこれ本気出したら。私の iPod タぐらいの頃。iPod タってないや。あの、ほら5時間でスタミナなんかなくなるやん。あと20時間起きとろうが寝とろうが一緒やからな。寝るねえへん関係なくない。縛る意味がなくて。クネスさん、こんちゃ。こんちゃ、遅いな、今日。マジさ。頑張れ。はい。あはーん。いや、これでキャバクラ行ってたんだ。意思取るためにイベントしようのに、だってどないすんの。風俗です。特に出た？やんな。なんか別ゲーやってるイメージやわ。すごいとは思うけども。これが俺の力。名声のため。名声。覚悟はできていますか？
命を落とす命令できていますか。で命令かってドライブもできていますか。道よ。インスタ映え。おいしい。気持ち。覚悟なさい。ゆうかれ、くねなん、それで腹くれるんかいうて、笑い。いや、別に。このイヤリング。あらは、いやいやいや、複数っていうか、一個もいらないけど。一個もいらんねんけど。お行きなさい。容赦しません。容赦はしない。おいしい。簡単で対戦取らんかったらええんやけど。20%ずっと使えたら我らの勝利です。はい、プリン2周に分けます。どうぞ。指示出してないよ。なぜ指示出さないか教えようか。まず聞いてない。聞いてても聞かない。で、また参加するかもわからないから、指示出しても意味がない。だから、この状況でどうするっていう話があったら、あ、じゃあここ行こうかみたいなことはあるけど。はいよ。適してくるかい？名前出したユーザー、今日から消えた。ユーザー表なんかあんの？命を割る覚悟はできていますか？そう、そもそも配信にギルメンがおらへん。そんな、こんな配信おる、ある？ギルメンおらへんかな、配信に。だって大統領大戦かったわ。覚悟なさい。サンドさんも言ったら半分隠居やろ。キルチャもかそってるし、キルチャなんか誰も見てへんやろ。ついた頃にはもう2時間前とかなっとるわ。募集条件リスナー限定やのみな。いつも30、40人くらいいるからみなんなギルメンかと思ってた、わらわら。ギルメンとか、一人か二人しかおらへんから。うちのディスコ来たらいいのに。容赦しません。覚悟なさい。いやで、リスターゲンやで。ユーザー募集。あ、倒してるやん。忘れた。おい、誰か気づけよ。リスナー限定やなかったら私入れたのに。いや、リスナーやないか。よう。よそ見してた。ニュース見てた。日本とジョーカーのディスコも。何やそれ。ゴチです。倒しちゃったわ。え、でも何人かはギルメンでしょ？いやー。何やってんの？二三人かな。何やってんのって。普通に俺、ヤフーニュース見とったわ。俺雑魚やけど優等生やってんね。そうやで、おらへんからな。ごちそうさまです。
ッツさんはヤーナムやった？マンツマン、誰か言ってくれや。親ってもう11時半やないか。おやつ行くか？ティムさん、リマさん、タコさん、ジャンケンさん、ロックさんぐらいかな。マナミちゃんにも逃げられたの？マナミちゃんはね、あれや、あれや、どうかの方や。やつな。バレた、恥ずかしい。ほなまた。悪く思うなよ。覚悟しろ。今日は笑った。わら、命を落とす覚悟はできていますか？誰も来かへん。命を落とす覚悟はできていますか？道よ。今日のおやつはこちらです。おやつ簡単にいいから、ベビースターラーメンどでかい、唐揚げ塩だれ味、唐揚げグランプリ最高金賞店監修、こだわりの唐揚げ専門店唐揚げごっち監修、どっち監修です。おいしそう。ほな、ちょっといただこうか。あ、すごい。うまそう。あ、匂いがもう、匂いがうまい。めっちゃ匂いうまい。容赦しません。指示なしでダイヤ戦えてるのはギルメンのおかげやな。容赦はしない。指示なんかしてるギルドある？あのね、ほんまに唐揚げ食べてる感じ。唐揚げ味。これ。お行きなさい。覚悟なさい。我らの勝利です。これすごいかもしれん。あのね、これね、書いてること以外のコメントお願いします。いや、ほんまに唐揚げ衣な感じがする。クレスさんの指示出し見てみたい。え、あのこれね、星 4.9。 めっちゃうまい。あのね、デスデスさん、なぜ俺が指示出さないか、これね、あのデッキとした理由があんの。おいしい。ガチの唐揚げや。どっかの配信で見たけど、こと細かく指し示してるところあったな。あゆむさんどこな。別にそれを否定するわけじゃないんやけども、あのね、結局、あゆむさんとこはガチガチ。結局ね、別にそのあゆむさんを否定するわけじゃないんやけど、結局な、自分のキャラの動きとか、ムーブ、それは自分が一番わかんの。例えば外から見て、あ、この構成やったら相手のこれ行った方がええんちゃうって言ったとしても、外の人が、本人はいやいや俺も1年ちょいやってきて、指示出されたとこ確かにパッと見は有利かもしれんけど、いや
これこっちの B 君の方が、相手の方が得意やねんとか、あるわけよ。結局、アユムさんとサドは嫌いということ？いや、両方好き。ある？相性ってあるやん、自分で。ヒデバト1年もやってきたらさ、意外と、こいつら、この敵やったら、メンツやったら勝てるなとか、意外とこれ有利に見えて苦手やねんとかあるやん、これ。分以上に分からんよ。からの、相性とか。そうやろ？ただ、一番大事な時、残り15分。で、1ポイント差、2ポイント差で勝ってる、負けてるっていう時。こういう時は、あえて1ポイント取りに行こうとか、いや、ここは無理してでも3ポイント取りに行かなあかんなっていう場面はあるよ。いや、順序。そう。最後、ほんま残り最後15分20分が大事やから。そこ無理してサントリー行くとこちゃうでとか、あるよ。順序なんでそれ知ってんねん。10万使うやつ。さっきアイムさんがツイートしてて、なんか10万使って、このキャラしか出んかったって言うとか。デメリットありますね。あるある。あるけど、メンバー的には、メンバー的にはさ、出された方が楽ちゃう。出してくれた方が。クネニャンギルドは昨日言ってたみたいな戦闘。いや、だから僕が、もし、チャンネル登録1万人ぐらいおって、毎回数千人集められるんやったら、選抜するけど。だってこれ、ベビースターの中で一番好きやわ。最高金賞や。逆にランク20ぐらいの実を集めたギルド作ろうよ。意味がわからない。ランクなんてすぐ上がるかな。確かに指示待ち人間は社会的に。社会的に？だから楽やで。ただ、もうちょっと。全体で納得してそのギルドに入ってるしないやなら抜ければいいし。そうやで。僕このゲームが始まった瞬間から言うたんやけど。指し示されたらうるせえ言うて突っ込む。ギルドバトルが週1とか、土日だけの開催やったら指示ありでもええんやけど、毎日でしょ。365日でしょ。しんどいて。グネス弱いから今日も剥がしな、言われて、笑。しんどいって毎日指示は。今日やっとるなって思う。容赦しません。できていますか。命を落とす覚悟できていますか。365日もできひんわ。天界草は指示あり。天下戦は指示あり。虚無見せた
次は無理そうやな、わら。いやいや、南部戦は一人では無理あれ。そのためのサブマスがいる。車とせえでタコ。けえへん意味がないが。美味しいベビースター、こうやったら揚げ。俺ギルバトはメダル稼ぐためにやってる。そうやね。ギルバとして、デメリットないんやから。ゼロで終わった。参加せえへんよりゼロで終わってくれる方が助かるからな。いや、まったりやけど、まったりでもない。アットホームやけどまったりではない。真剣にや。いつも言うてるでしょ1ヶ月、2ヶ月で引退してもいい、やめてもいい。その代わり、その1ヶ月、2ヶ月真剣にやろうって。真剣も人によるで。1日、20時間やってるから真剣にやってるとかじゃなくて、時間しかできませんと、ゲーム。それでもその時間にするのが、人の真剣さんとったらメダル3枚もらえるから、チリも積もればやな。南部は、あれ、一人で見る無理やで、あのマップの広さ。先っぽだけってこと？そういうことよ。たとえ俺が馬娘を3日でやめても、俺はその3日間真剣にするから。馬娘ダウンロード始まってます。本日から。セクションクエスト大丈夫じゃないよ。悪く思うなよ。覚悟しろ。24日って一番困んねんけどな。24日一番忙しいねんけど。3連休後やろ。3からにしてくれたらよかったのに、3俺休みやから。寝るんかい。また明日な。ただ、カキンが、そんなもん。アホ。でも日に日に馬娘の評価は下がってるぞ。容赦はしない。覚悟なさい。逆にジェネレーションの期待値が上がってる。これはね。馬娘っておねえどこ？これはね。サイゲームス120円で超控える。サイゲームスやからミルダムでは配信できません。だから120円でキャラもらえるかもしれにゃん。マジだからミルダムはできません。サイゲのログボあるかな。いや、あるやろ。フォトンレイドもあるんちゃうか。ただ、ジェネレーションの、ベータテストをやった人の動画見たんやけど、はい、綺麗になったな、画像。面白くやわ。主人公とかないんじゃん。
あるやろうけど。なんていうの。白プロでいう大阪城的な、あるやろうけど。女の子が、誰なのかがわからへん。戦闘の3人が多分、銀行の3人なんやろうけど。だからといって、それが一番なのか、わかりません。命を落とす覚悟はできていますか。命を落とす覚悟はできていますか。キャラを見る。あ、スペシャルウィークか。銀行。スペシャルウィーク、サイレンスズカ、東海帝王ぐらいか。3人やな、主人公。覚悟なさい。特にスペシャルウィークがセンター取ってる。出てるキャラで一番可愛いのは、容赦はしない。エイプは、プラスワンダー。お行きなさい。別にそこらがある？ないわ。純増何枚？純増 1.2 枚ぐらいだよ、これ、こんな。まこまこタイプありそうな感じやで。そう。まこまこタイムが、あ、まだ下にもキャラいっぱいおったわ。我らの勝利ですわ。いやな。親友て。やっぱりグラスワンダーかな、タイプは。前田玲奈。終わっちゃいました。まだ余ってる人おんの？あ、そうか。ありそうならもうちょっと。スタミナ、会話。一度し3話1回ラスト行こうか。いや、それはね、体力500使ってないか。体力500は、寝ながら、じゃあ、ちょうどラストやな。体力受け取ってないやん。いや、それは寝ながら、スタミナのミッション残ってたよ。いや、わかってる。それは寝ながらギル回して、起きたら10個溜まってて、で、朝1、マルチオーブ8個ある。2人プレイスタート。する予定で迎えた。500スタミナやったらね、10溜まる、いや、10出るか？ちょうど10の予定やねんけど。半周で出たとして、48×10 で480やろ。半周で出ん場合もあるから、ちょうどかなと思ったんやけど。今日11ストックしてた。1ぐらい。そんなのんびりしてたらマコニャンに追いつけんぞ。そうじゃないんやね。走ってへん。まあ、とりあえずラスト行きましょうか。10。ラスト行く。グネスさんおはよう。おは。カンタクさん。こんな時間に起きてどないしたん？ストック機。ストック放出。ストック機ですか？ストック機。終わるとこやで、カンさん。あれ、今日10以上あったよ。なんかね、不具合で11まで溜まるようになってる。覚悟しろ。不具合で。まなみちゃん用にもっと頑張って。まなみちゃん用に頑張りたいけど。明日はドンとの決戦。明日ドンとの決戦やな。明日14したいと思う。決戦までいけるんかな。
4.1 号結構良さそうだよ。まあ、1400枚縛りがある時点でいらん。1枚使ったら終わりやん。あ、いいね、100以内に入ってない。5000以内に入ってる。あの先生さんありがとうございますとよく言われます。ストセルフ明日やな。なんとかドンまできないけどな。一回先なのかがわからんから。200枚の爆裂機。そうや。ありそうやで。覚悟なさい。キャグラもビッグ200枚ぐらいなるんやろ。コイン持ちがちょっと悪くなった代わりに減少区間がなくなったのと爆発力が増した。でも2400枚犠牲。爆発力増してへんやん。1400枚ってそれお前。どないすんのそれ。グネスさん美しい蹄してますね。ひひい。容赦はしない。もう事故って2400枚やからな。はい、お疲れちゃん。馬の一物の日ではないクネスの息子であった。ああ、まあ馬、まあ、クラスとは言われるが。まあかい。グネスさん本当におやすみ。おやすみ。俺も寝るわじゃ。バレンタインサリアが氷なのかな。まあやな。氷魔法かほんなら。氷魔法かメディエナ以来の。アラビキさんまた明日ね。なんや。みんなは好きやで。今日じゃ遅いな、ちょっと。氷キャラやトップやろ。いやいやいや、引かれへん。いや、俺、こないだ誓ったところや。ハーフアニバまで。おいおい、防御一回残ったの欲しい。ははー、マスク剥がしてこいつはもう無理やと思ったな。防衛キャラを見て。これは無理やと。やけどすると。まだ受けど。これさ、なんで印象だけさ、一括受け取りしたら次のページに行かへんの？自分でこうやって次のページ押さなあかんの？しかも、めっちゃストレスやねん。ダメ、もっと。これやり。よし。さあ、今日はこの辺で。明日は、トンバウキでございます。よかったら明日も来てください。99470ね。すぐ行きます。では、お疲れ様でした。皆さん。